はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、では続きをやっていきましょう。今回からちょっとファーストは外れて別の方をやっていきたいと思います。そうですね、歴史の進み具合からして多分 MS イーグルがてか、もともと MS イーグル一番最初だと思うんで、これ0079の1月なんで、大蛇はルームに消えたと。じゃあこれをやっていきましょう。っていうかこれさメイン宇宙だよね。陸戦いっぱい配備した気がするんだけど、うちの戦艦に。まあいいや、まあノーマルでやっていきます。MS イーグルはね、俺結構好きですね。まあ1話完結の物語なんですけど。宇宙世紀元年、人類宇宙移民を開始、宇宙世紀に移行、宇宙世紀0058サイド3独立宣言、ジオン共和国樹立、宇宙世紀0059地球連邦政府サイド3への経済制裁発動、宇宙世紀0069ミノフスキー粒子が確認される、ジオン公国宣言、宇宙世紀0078ジオン公国国家総動員令を発布、そして宇宙世紀0079ジオン独立戦争、その戦場に次々と配備され宇宙世紀に名を残していったジオン軍兵器たち。しかしその陰には表舞台に立つことのないまま闇に葬られていった兵器もまた数多く存在する。603技術試験隊、その任務は新たに開発されたジオン軍の試作兵器を戦場において運用評価することにある。完全な人間がいないように完全な兵器などない。この603技術試験隊は開戦直前に慌ただしく編成されたゆえに、集まった人々は様々な問題を抱えている。ここに送られてくる試作兵器のように、これは歴史の闇に埋もれた兵器とその人々の物語である。ついに開戦を決意した我々は一刻も早く最前線に新兵器を送り出さねばならない。はっ、技術本部長。そのためには新しく編成される603技術試験隊による試作兵器の状況における実践試験が急務となる。期待しておるぞ。はっ。すまんな、オリバーマイ技術中尉。君たちのような大学を出たばかりの技術士官を魔女の鍋に放り込まねばならんとは。は？603はシチューのようなものだ。軍属の運航する船、技術情報科、技術試験科、さらには目付役として総帥直属の特務隊員も乗り込むと聞く。特務隊員？2階級への中佐扱いですね。技術の価値、これは人が決めるものなんだよ。真に価値のある技術は正しく評価されるものと信じております。うん、では初の任務として603にこれを託す。これは試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド、連邦主力艦をその射程外から狙い撃つ大蛇。ヨルムンガンド。603技術試験隊は試験支援艦ヨーツンヘイムに座礁、パプア輸送艦と会合しヨルムンガンドを収容した後ルーム中域へと向かう。はっ。まあ、これはまだあんまりモビルスーツ戦っていう時の話じゃないと思ったんですよね。艦隊戦がメインみたいな。
オリバー・マイってあれだったんだね、大学出たての人だったんだ。ダイジャはルームに消えた。一番上がムサイで、真ん中がヨーツンヘイムですね。おー、メガ粒子砲。マルティンが確か艦長だった気がします。MS イーグルあんまりね見てない人の方が多いかなと思うんですけど、あの1話完結のお話なんですよ。まあ、全体的にはねその1年戦争を通しての、まあ、流れはあるんですけれども、基本1話1話で話自体は終了します。で、まあ、最初の説明にもあった通り、まあ、兵器をね、試験運用して、まあ、評価をしていくっていう舞台になるんで、で今回はそのヨルムンガンドですね、ヨルムンガンドの試験評価と。でこの砲撃手のアレクサンドロが、まあ、主役じゃないですけど、まあ、主役的立場にいますと。基本的には1年戦争記録の方はジオンの立場で全部進んでいきます。で DVD だとねこれ実は全部 3D で描かれてるんですよ。最初はねやっぱすげえ違和感あったんですけど、まあ、話自体はね、面白いんで、もうどんどん違和感なく見ていけましたね。サラミスかっこいいな。うわ直撃したぞ。てか普通にやられた。大破っていうレベルじゃないでしょ撃沈したでしょ。ミッションスタートした。4ターン以内にサラミス1隻を撃破できるか。えこうやってモビルスーツとかねまだないはずなんですよ。ないですよね、収容されてないんで。基本的にはねこの時代はまだ艦隊戦なんで、そうモビルスーツ何も積んでないんですよ。でサラミスか。これはだって腰痛ヘイムも出した方がいいのかな。これどっち向いてんのどっちが前みたいなこっちが前か。これたまにさ戦艦によってはさあれ逆だったみたいな前と後ろ、えどっちこれマジで。これ羽みたいなのが後ろに来るんだよね。えこうすげえわかんねえ前とかさつけといてほしいんだけど。ちなみにこいつやられたら終わりか。メガリシュ砲ででミサイル一斉射撃。これがこういうあれか。射程にはなるべくね2隻から狙われると多分きついんで、上に狙いを定めましょう。で攻撃は多分できないからこのまま確定して、こいつの攻撃も一応艦砲射撃あるから、あなんかどっち向いてても良さそうだけどね。こうかなえ逆すっげえわかんねえ、マジでわかんねえ腰痛ヘイムどんな形してたっけ。いいやこれで、あ違う逆だやっぱり。
こうだよね。だってこっちの方が進めるもん。でこれこの後ろにつけよう。よし、こんなんでいいのかな。進んできたね。まだ射程内には入ってないか。まあ、結局さ、どちらにしよう、戦艦の射程は広いからね。攻撃力の高い方でいきたいけど、同じだからミサイルで攻めよう。4000、よし、回避できたのはでかいな。攻撃範囲に入ってる？あ、ダメだ、もう一歩進まないと。配置的に失敗したかな。戦艦を縦に並べるっていうのはダメか。でもね、今回ムサイが縦になってくれてるからね。おー、援護攻撃が来てるよ。でもかわすな、ムサイの総ダッシュすごいぞ。こっちはちょっと無理だから。今何ターン目？あと2ターンって書いてあるね。ってことはこれちょっとなるべく入らないようにして、ミサイルで、よし。回避行動が素晴らしいな、ムサイ。でこれはもう艦砲射撃しかないか。87%、まあ、普通に考えれば次のターンで倒せるけど、ヨウツンヘイム持つよね。反撃できるのは反撃していこう。こっちのサラミスはほっとくんで回避して、あと一旦一応セーブをかけておこう。システムデータっていうか、インターミッションのデータと戦闘中のデータは分けておきたいんで、艦砲射撃でいいかな。で一応支援かけよう。これも艦砲射撃と。目標射程圏内、攻撃開始。攻撃願います。射程圏内に入った、攻撃を開始してくれ。攻撃開始だ、急げよ。当たった。甲板直撃してるよな。くそ、くそってるが、くそ、こんなところで。おお、折れたな、二つに。お、去ってった。パトロール艦隊だったんだ。パプアは結局沈んだんだね、やっぱり。死亡者数とか把握できんの？戦艦が1隻沈んでるんだよ。だって多分さ、一般のクルー含めてさ、何百人単位でいると思うんだよね、戦艦一隻に配属される人たちって。コックさんとかも含めて。お、ヨルムンガンド。あれ、こいつだっけ、特務隊って。こいつもね、最初はねツンツンしてるんですけど、
こいつは基本的になんかモビルスーツ系のなんかパイロットするやつですね。テストパイロット的な役割です。マゼラン級サラミス級とマゼラン級ってどっちがすごいんだ。最大有効射程300キロってすごいよね。あ、そうそうそう、これで一瞬だけどね、赤い彗星がね出てくるはずです。まあ、これで出てくるかわかんないけど、なんか進行ルートなんですよ、モビルスーツ隊の。あれ違ったかななんでなんでさ、宇宙なのに地震みたいなのが起こってんの。あ、ブリティッシュ作戦の方か。コロニー落としだ。いやでもこいつはもうやっぱ邪道だと思ってるんだ。あれ、シャーザクが一瞬出てくるのってどこだっけ。0079 1月15日、我がジオン公国軍と地球連邦軍の双方はサイド5、通称ルームの中域に駒を進めた。後にルーム戦役と呼ばれる宇宙海戦である。この作戦に際しジオン側は巧みな罠を仕掛けたとある情報をまことしやかに流したのだ。ジオン公国はブリティッシュ作戦の不満足な戦果に鑑み、第二次ブリティッシュ作戦を決行すべくサイド5に艦隊を集結させると。この情報に海戦以来ルナ2に兵属していた連邦艦隊もついに決戦を決意。そしてヨルムンガンドも眠れる大蛇がついに牙を剥くのだ。お、乗ってますね、パイロットスーツ着て。うんうん、なるほどなるほど、 OK OK、 今の発光信号で全てを理解したこういう信号もさ、覚えなきゃいけないんだよね。絶対俺無理なんだけど、モールス信号とかね、絶対覚えられる自信ないんだけど、あんなの
砲術家なんてあるんだ。おお、無才がいっぱいいる。すげえな。艦隊何隻いるんだ。なんで横向きになってんだろう。横の方が当たりそうな気がするんだけど、縦の方が細いじゃないですか。でも艦隊だからこう横に並べて一斉射撃をした方が幅広く撃てるってことか。そこへの戦術とか全然わかんないかんな。おお、何か撃沈された。現場が混乱してるね。冷却剤の確認はできているな。発射体制用意。発射体制よし。初弾装填。初弾装填。さあこいつでどうだ。いやかっこいいね。やっぱりムービーめちゃくちゃかっこいいよな。こうやって見る限り一隻しか破壊できてないんだけど変な観測機で宇宙に出るなんて、こいつらも勇気あるよな。お、セイバーフィッシュ。あそこまで行けってか。大丈夫だ、俺が援護してやる。まあこの2つか。そう、適正合わないユニットがいます。そりゃそうだよね、宇宙だもん。陸戦系ちょっと、ここら辺行くんでしょ。こいつらだな。で1個これがあるから、でズダ乗せられるヒルドルブとこいつもか。地上が多いな。めんどくせえから地上系を一旦待機させて、あと出せるやつを出していこう。陸戦は出せないでしょ。これザクワン出せるよね。これヒルドルブだから無理。
ザクタンク無理。これ陸戦になっちゃったから無理。ザクキャノンも無理。で、ゴックも無理でしょ。宇宙無理だよね。じゃあこれで行くしかないわ。まあ、最初だから大丈夫だとは思うんだけどね。別にモビルスーツ戦が主体なわけじゃないんで今は。観測機が目標エリア、マゼランを撃破後に、観測機。なるほど、マゼランどこにいるの。これ何、これか。というか観測機こっちだよね。セイバーフィッシュ2体。大丈夫か、これ武器積んでんの。積んでねえし。回避しながら行くか。おい、腰痛ヘイムとか別にないんだ。あれ、こっちのマップにいんの。無才だけいるね、無才だけ。まあ、こっちは完全に戦いの方ですね。でしかも戦艦一隻しか用意されてないんで、まあ、自分らでなんとかしろと。まあそういうことだな。おお、来るねー。でこれはちょっと横に移動しよう。攻撃範囲には入らないから、とりあえずマスターユニットのフェリックスを出してピンポイント攻撃をするか。13000。うん、まあ倒せるのは倒せそうだな。基本的に今の時代モビルスーツがいないから、第1部隊だけこっちの方に出しておくか。でジムも出しておいて、できればなジムで倒したいな。いや、こういう時にザクワンのレベルを上げるっていうのもありだな。ちょっと前にやって、で多分観測機があそこに取り付くとまた話が進むと思うんで、次のターンかな。回避 48% か。また微妙な回避率になってんな。これ攻撃できるね。サラミスよりは強い。セイバーフィッシュこっちに来たな。セイバーフィッシュごときでモビルスーツにかなうと思うな。無謀だったな。またセイバーフィッシュか。セイバーフィッシュのパイロットもな、かわいそうだよな。これ対空射撃みたいなんでいいや。経験近すぎをしよう、経験近すぎを。マゼラン、とりあえずビームライフルをぶっ放しておきましょう、一発。あ、セイバーフィッシュが出てきた。まあ、これね、捕獲する必要ないんで、そのまま経験値になってもらいます。テンション上げにもなるしね。セイバーフィッシュを倒してテンションを上げる。完全に弱い者いじめだな。ああ、ジムの射程外から来たか。意外にセイバーフィッシュを持ってんな、こいつら。だって、誰もいないよね。うちは戦闘機すら乗せてないのか。ま、いいや。ザクワンだな、ザクワン。ザクマシンガン。支援で、ビームスプレーガン。よーし、とりあえずジムが3レベルになった。あとはザクワンのレベルも上げていきたいけど、1500はさすがに大丈夫でしょう。ザクワン1体当たれば倒せる。 OK。
レベル3。こいつは7300か。このセーバーフィッシュはちょっともう一つのグループで倒しましょう。とりあえず6号機はここに出して戦艦のピンポイントを攻撃して、で、ザク2だな、ザク2でこのセーバーフィッシュを叩き落とす。こいつか。このサラミスも、ま、倒せそうといえば倒せそうだな。ミサイルが当たるんだっけ。ミサイル当たんないか。艦砲射撃が当たんのか。でピンポイントで狙えばズダ。よし、ピンポイントで支援をかけよう。ザクマシンガン。よし、サラミス撃墜。いいね、これで4レベル。そうか、こいつ防御力がないのか。ザク2、そう考えると優秀なんだな、やっぱり。まあ、どうせ後の方でめっちゃ弱えみたいな話にはなると思うけど、できればな、ザクで倒したいけどな。マゼラン、一旦こいつでぶん殴るか。4300。ピンポイントで3700当たるか。ザクマシンガン絶対無理だな。支援をかけるか、ハイパーバズーカ。あのガンダムのね攻撃は強いけど、あ、ザクマンでも大丈夫だったね。あ、そうだ、セイバーフィッシュのこと忘れてた。一応パクっとくか。で、ここにサラミスがいて、ここもセイバーフィッシュ乗ってんね。基本的にはここは自軍ユニットで、まあ、攻略していくっていうようなステージですね。OK。セイバーフィッシュがいっぱい出てきた。おお、振り切れない。あ、ここでモビルスーツがね来てくれるのかな。シャアがね来てくれるはずなんですよ、俺の記憶が正しければ。ほら、ありがとうございます、シャア。この場を譲られたし、モビルスーツの襲撃は作戦計画にのっとった行動なり。シャア・アズナブル注意。注意か、まだこの時は。そう、結局ね、モビルスーツがね、できたから、もうヨルムンガンドはいらんみたいな、そんな感じになるんですよ。完全に縦に直撃を食らったな。あれってさっきのマゼラン？
いやなかなか熱い艦長だね。お、アンノーンが出てきた。ボール K 型とか強えし、1万1000あるよ。ボール K 型すげえんだな。ザクより高くねえか。ザクだって8400しかないからね。で、ちょっと待って、あ、これここにいるのか。で、マゼランがここにいて、で、これがこっちか。ヨルムンガンドって撃てたっけ。攻撃あるね。エネルギーがない。エネルギーすっからかんじゃねえか。これこいつやられたら終わりだな。ちょっと待って、一応セーブをかけておこう。だからいきなりこのマップをやると多分どうにもならないですね。あ、でもトルネードガンダムとかいるのか。どうにかなるのか。じゃあどうしようかな。これマスターユニットあっち行ける。てかさ、これさ、そもそもあっちに行けないやつじゃん。宙域が離れてるってやつか。じゃあこいつらでなんとかするしかないんだ。え、どうすんの。だってエネルギー溜まるの待つの。こいつ動けないでしょ。でこっちはもう戦力になんないから、まあ、こっちはこっちの仕事をしますか。じゃあボールがちょっと来てくれるのを待って、帰れるやつらは帰るか。サラミス狙ってきたな。一旦これを先に進めて、帰還させよう。ちょっとサラミスがこっちに来てくれるのを待つか。で、こいつはどうなってんの。おお、ちょっと溜まってるね。エネルギー100も使うのか。あと一旦かかるね。そうすると、今度こっち狙ってきたか。おお、来た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 。ボール系型、ボール系型とか言ってさ、2体はいらないからな。どう考えてもこんなん1個あれば十分でしょ。こっちに移動して、攻撃ができるから攻撃しておこう。いや、さすがにボールには当たらないな。ちっちゃすぎるんだな、的が。当たった。くそ、ボールのくせに。よくもまあボールで来ようとしたよな。そりゃテンション下がるわ、マジで。222とか、さすがにフェニックスガンダムすげえな。捕獲するか。ボール。やった、ボール手に入れたぜ。確かボールってでもあれだよね、宇宙でしか使えないよね。これが終わるとね、本当に主戦場はちょっとミスってるけど、地球に移るんで、まあ減らせるときに減らしておくか。
でジムと多分ジムもね、陸戦型ジムとかが、いやーやばい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 、これやばいぞジムやばいぞ、こいつで攻撃すると多分やられる恐れがあるな。スキルを使うか、回復できるやつがいるはず。あれ指定したユニットの、どうやってやんのこれ。あ、範囲内にいないとダメなの、もしかして。よくわからんな。でこれ移動しちゃうとさ、スキルって使えんの。使えないよね。まあいっか。あ、そうそうそう、撃てるはず。核融合プラズマビーム砲一発で倒せんのこれ。1万1000とかさ、無理じゃね。 100% にはなってるんだ。大砲屋の幕引きをよく見ておけよ、技術屋。これでしまいだな。くそ、くそってるが強い。くそ、こんなところで。あれ終わり。ああ、ルーム戦役クエスト達成。サラミスはちょっとザクアンで倒そう。うん、セイバーフィッシュ出てくるね。できればな、取っておきたいんだけどね、セイバーフィッシュは。経験値役として、いいねいいねいいね。大丈夫かチーム。うわぁ、やばいやばいやばい。さすがに戦闘機が束になってくるときつい。よし、モビルスーツの性能見せてやるぜ、連邦軍に。こいつらも大変だよな、連邦についたりジオンについたり。どんどんザクのレベルを上げていこう。いいね、テンションマックスで回復させよう。あれ、あ、こいつエネルギー回復できるじゃん、取得経験値2倍、それはいいなあ。あ、こっちじゃないと使えないのか、マスターユニットじゃないと。で、こういうことね。で、このセイバーフィッシュをね、落としたいからね。これはちょっとガンダムちゃんに手伝ってもらおう。ま、2人で大丈夫かな。4000の4000。OK。だからザクもういい気がするな。レベル4、あれレベルいくつだっけ。ちょっと忘れちゃったな。ちょっとガンダム6号機少しレベル、あ、ズダ、ズダをねレベル5にしたいんだ。多分次への話ズダとかになる。あ、ヒルドルブの方が先かな。4900って結構あるな。なんか一発で倒せる自信がない。まあ、ビームスプレーも一発撃っとくか。やばいやばいやばい、ジムがかわいそすぎる。よし、これで大丈夫でしょう。ミッションコンプリート。キャラクターレベルアップしなかった。ズダにはもう少し頑張ってもらう必要があるか。
基地作艦隊決戦法ヨルムンガンド技術試験報告書。ルームにおける艦隊決戦に際し、ヨルムンガンドはその砲弾を放てり。うち一撃は敵マゼラン級を轟沈せしむ。その威力抜群なり。しかれども間接射撃指示未到着ゆえに、艦隊決戦の決定的な打撃となり得ず、アマツさえ実戦運用せるアレクサンドロ・ヘンメ大尉を失ったことは、603技術試験隊にとって遺憾である。仮に同時投入された他の機動兵器と同様の信頼を得ておれば、結果はおのずと異なった可能性は残される。宇宙世紀00791月17日、オリバー・マイ技術中尉。ヨルムンガンドは以後どの戦場においてもその姿を確認されていない。ヨルムンガンドとかめちゃくちゃコスト高そうだもんな、あれ一個作るのに。だったらモビルスーツ一機作った方がいいと思うんだよね。やっぱりね、コスパっていうのはね重要だと思うんですよね。お、クレアが1位か、今回は。お、マゼラン、パプア作らないな。マチルダとアレクサンドロもできるようになりましたね。サイココントロールシステム、命中回避プラス5、覚醒値プラス20、高そうこれ。じゃあまたちょっと編成を見ていきますか。捕獲したのはセイバーフィッシュもらっとく。ボールは1体でいいでしょう、さすがに。1個解体しよう、金にしよう。5000円になるからね。でまあステージを見つつちょっと編成をしないと、陸戦と宇宙用で分かれてきちゃうんで。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。